Everyone, 今回は UFO、UFO のお話と後半は今日のアメリカということでまた少しやっていきたいと思いますがまず UFO のお話ですけれども時は1974年11月9日ですアメリカペンシルベニア州カーボンデールという小さな町で不思議なことが起こったんですね当時3人のまだ10代だった少年たちが池に何かが落ちたって騒ぎ始めたんです そこにはラッセルパークっていう公園があって、その近くの池に何かが落ちてきたと。それは光る玉みたいなもので、赤く光ってたって言うんですねで。バシャーンっていう音を立てて池に落ちて、池はジュージューって何か熱いものが池に落ちたような焦げた匂いもちょっとしたって言うんですね。それでいろんな人に少年たちが相談して、警察が呼ばれました。それで、 うん何か探しても全然何もないと。で、不思議なんですけれども、その少年たちが池に何か落ちたよって言ったその池は、9時間、延々と輝いていたそうです。謎の光が池からうわーっと、その夜なのに、あたり一面を照らしてたっていうんですね。もう完全に UFO だとこれで陶器は思うんですけれども、スキューバーダイビングをするダイバーが呼ばれて、 池の中にある目星いものがあれば引き上げてくださいということでダイバーにお願いをして池に潜ってもらったんだけれども特に何にもなくて一つランタン、明かりですね。明かり。えっと、松明の燃えかすみたいなものとかなんかそういうものを古い古い伝統みたいなものがあってそれを引き上げてその他は特に何にもなかったということなんですよね。それで警察は たくさんの人が騒いだんですね。何百人っていう人が池が輝いてるっていうことでみんなで見に来てるんですね。街は大騒ぎになってるわけです。それで警察としても、えっと何か、何かを言わなければいけないと思ったんでしょうね。結局結論としては、この近くの若者たちが悪ふざけでいたずらをしたっていうことになってます。警察の発表では。 で、その時に目撃していた人たちは、その少年たちは、いや本当に UFO だと思うんだけどな、みたいな話をしてるんですけれども、その後一人が、あの時僕は嘘をつきましたって言ってるんですね。彼女と、ガールフレンドと別れたばっかりで、気分がむしゃくしゃして、その赤い玉みたいなものを落としたんだって言ったんですね。だけど他の少年たちは、あれは UFO だったって今でも言うそうです。さらに、 その時見ていた人たちの中に実はあの後軍がその池を封鎖して大きなトラックに何か変な物体を乗せてこの町から出ていったのを見たっていう人が何人も出てきてるんですねだから UFO 研究家たちはもう一度これを調べたいっていうことを言ってるんだけれどもその地元としては当時の警察の発表で終わりたいっていう話なので特に調査はされてないんですけれども多分きっと UFO 研究家のうちの何名かはトライして今でもこっそり調べてるんだと思いますけれども池の中には何もなかったってダイバーは多分それを言ってるのできっとな何にもなかったんだろうなと思いますけれども9時間も池が輝くってことはないと思うのでやっぱり UFO の類いそれで池に落ちた途端異次元に飛んだかその UFO の形自体はないけれども何か変な影響があって9時間ぐらい光ってたのかなって 陶器っています今日のアメリカですけれども、この一つ前の動画でトランプさんのお孫さんにあたります、カイ・トランプさんが X にいるということをお伝えしたんですけれども、YouTube にもいらっしゃるんですね。まだ4本か5本しかビデオが出てないんですけれども、カイ・トランプさんっていうのは17歳の女の子です。トランプさんのご長男。 トランプさんと同じお名前のご長男がいまして、そのご長男の娘さんになります。それでカイトランプさんは今回のトランプさんの選挙ラリーにも出てきて、私は、あの、おじいちゃんを見たときに本当に普通のどこにでもいるおじいちゃんだみたいなことを話して、まあ拍手喝采を受けた子なんですね。そしてカイさんもゴルフが好きらしくて、おじいちゃんのドナルド・トランプさんもゴルフが好きで、 それでよくゴルフの動画を出してるんですけれども、今回はエレクションナイトっていうタイトルでもう本当に昨日に出したぐらいの新しい動画がちょうどトランプさんが選挙で選ばれるかどうかの夜を映してるんですね。まあ、一部ですけれども、それでトランプさんの別荘であるフロリダのマーラゴ、 そこに自分で洋服を着て、車を運転していくっていうのも見せてくれてますし、一部そのトランプさんの別荘、マーラゴの中身が見れるんですねで。そこにはずらーっとトランプさんの子供たち、お孫さんたち、みんな集まっていてで、決まった瞬間もみんなで、わあ、やったっていう。 そういうのを見せてくれてるんですよね。もしそういうのがの気になる、ちょっと見てみたいという方は、カイ・トランプさんで探していただければすぐにヒットします。この YouTube でカイ・トランプってやれば、もう一発で,で出てきますし、X でもカイ・トランプって探せばすぐに彼女の X の投稿が見れます。え最近の投稿では、そのおじいちゃんのドナルド・トランプさんと二人でにこやかに笑ってる、まあ、小さい子もいるんですけども、それともう一つはイーロン・マスクさんとも 写真を撮ってるっていうのを出して、イーロンがもうおじさん、自分たちの親戚になってしまったみたいな、ちょっと面白い投稿もしてるんですけれども。それで今回あのトランプさんの人事が着々と進んでるみたいで、名前がいくつか上がってる中でですね、今日は国務長官にマルコ・ルビオ氏が内定かっていうニュースが出てるんですよね。マルコ・ルビオさんっていうのは、 まあ議員さんなんですけども、セネイトって書いてるから上院議員なんですよね。それで共和党ということで、トランプさんの国務長官。国務長官っていうのは外務大臣です。外国とのやり取りをする人。今はバイデン政権ではブリンケンさんですね。ブリンケン国務長官が日本にも来たし、まあいろいろ飛び回ってるんですけれども、それをマルコ・ルビオさんにするっていうのが決まったみたいな話、まあ内定してるっていう話なんですけれども、 あのトランプさん、今のトランプさんじゃなくて、その前の第1期のトランプさんがヒラリーさんに勝って、あの大統領に最初になった時に、マルコ・ルビオさんも立候補してたんですね、立候補して、もうすごい戦ってたんですね、トランプさんと。共和党でまず誰をあの1位にするか、共和党の中で議員同士が戦って、 最後に残った人が大統領選挙に出られるんですけども、その時にマルコ・ルビオさんのことをトランプさんはレロ・マルコ、レロ・マルコって呼んでたんですね。小さいマルコ、小さいマルコって呼んでて、それ,それでマルコさんはトランプさんのことをビッグ・ドンとか言って、ドナルドをドンって呼んだりするんですけれども、ビッグ・ドン、大きいドナルドみたいなことを呼んでたりするんですけれども、あまりにも二人喧嘩するからマルコさんが そのトランプさんっていうのはね、僕の手を見てよって、マルコさんは身長は低いけれども、トランプさんより俺は身長低いけれど見てごらんって、俺の手はこんなに大きいんだぞっていうのを言って、それに比べてあんなに体が大きいのに小さい手をしてるってトランプさんのことを言ったんですね。で、その小さい手って男性のその大切な部分も小さいっていう、揶揄する ことがあるらしくって。だから、それ、だから、そういう小さい手、あんなに体が大きいのに手が小さいのは信用してはいけない人物だ、みたいなことを言ったんですね。それを受けてトランプさんは、はぁと、俺の手見てごらんと。俺の手、これ小さいってみんな思うのかって、本当にトランプさん手も大きいんですよね。体も大きいし。だから、あいつが言ってるのは聞くなと。あんなのは全然嘘っぱちだからって言って、 それで、ただその手が小さくて、だからどこかも小さいんだろうっていうのは、まあそれは、それでいいよ。別に俺気にしないから。みたいなことは言ってたんですよね。喧嘩してたんですよね。本気で。それなのに、8年、8年前ですね、もう。喧嘩してて、それが今ではなんと国務長官に抜擢という。いつの間に友達になってたのってみんなびっくりしてるんですけれども。 それでマルコ・ルビオさんっていうのは中国に対して非常に厳しいことでも有名なんですね。はっきりと言ったんですね、彼は。本当の敵は中国だ。とか、あと日本の沖縄の尖閣諸島にちょっかい出してくるのを見て、尖閣諸島は日本のものだって言ったりですね。 まあもちろんそれはアメリカの国務長官になるわけですからすべてがすべて日本のために動くわけではなくってアメリカ第一で動いてくるのでトランプさんも今は笑って見ていられるけれども日本になどんな無理難題を吹、まあ、っかけてくるかはわからないんですけれどもであのマルコ・ルビオなんでっていう人も結構いるんですけれども多分まずは中国を叩き潰そうっていう。 混沌があるのかなってちょっと思ったりして、あとあのトランプさんの一番の懸念事項は、イスラエルとトランプさんがかなり近いんですよね。まあロシアのプーチンとも近いと言われてますけれども、イスラエルとも近いので、その部分をマルコに、このリトルマルコに背負ってもらおうとしてるんじゃないかなと思うんですね。トランプさんの周りにいるそういうブレンたちは、トランプさんがそれ一人で背負うには大変だから。 今、イスラエルに対してはアメリカの人たちも厳しい目を向けているのでそこをマルコ・ルビオに背負ってもらってトランプさんは、のびのびと自分のやりたいことい、ま、アメリカをですねとにかく立ち直らせるということをです、ねま、強く思っているみたいなのでそこに専念するためにその他のものをちょっとマルコ・ルビオにの肩に背負わせようっていう魂胆かなっってちょっと思ったりしたんですけどわからないですね。 それで日本はその例えば中国だったり韓国だったりを見るよりは日本にはまだまだ優しい方ですねトランプさんはなぜなら周りにいる中国や韓国が目に余る傍若無人をアメリカに働いてきてるから逆に日本がよく見えるっていうのはあるのかもしれませんまあもちろんこれからどうなるのかは誰もわからない投機もわからないのでまた注視していけたらなって思っています それでトランプさんはその大統領になった時も記者会見などはよくやるんですよね。その時にもう気に食わない記者とか <laughs>、そのフェイクニュースばっかり流すんじゃないって。トランプさんに対してもうアメリカの記者って怖いぐらいガンガン行くので、一生懸命トランプさんがもういなふ、もう十分だからお前喋るなと。お前俺に質問してくるなって言ってるのに、平気でどんどん質問してくるんですよね。 もうそういうバトルもですねこれからまた見れるのかなと思ったら、ちょっと面白いなと思っています。アメリカの記者って本当に怖くて、どんどん行ってくるんですよね、追い詰めていくっていうか、あれ、心臓がいくつあっても足りないなと思いますし、どうやればああいう人間になるんだろうって、ちょっと不思議に思いますね、あれを見てると、日本の記者が非常に、まあ、貧乏法制で、上品でおとなしいなってやっぱり思いますね、まあ、びっくりするくらい。 もうバトルですね。本当に。トランプさんと記者の間でまた戦争が始まると、ちょっと陶機を思っています。皆様は今回のお話どう思いましたでしょうかもしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。